やりたいことがわからないんですけど、どうしたらいいですか？お前はどうしたい？お前はどうしたい？最初からウェルビーイングとかワークライフバランスとか言ってると、クソみたいな、死ぬほど働く。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は最近入ったしゅんなり新メンバーのりなさん の相談企画ということで、りなさんの今日悩みに一番ふさわしいゲストをお呼びさせていただきました。あきおブログさんです。こんにちは。株式会社ゴルビー代表の中川あきおです。あきおブログっていう名前で YouTube もやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、りなさん、簡単に自己紹介、あきおさんにお願いします。関西大学3年生の西尾りなです。お願いします。お願いします。ということで、じゃあ早速なんですけど、悩んでることを言っていただいてもいいですか？やりたいことが分からなくて、就活をなんかどうやっていけばいいかが分からないのが悩みです。なるほど。ちなみに、めっちゃくちゃやりたいことはないけど、なんかこういう会社とかこういうことやったらいいなみたいなのありますか？一つの会社にいて、いろんな経験ができるところがいいなっていうのと、あまり残業時間が多くないホワイトな企業がいいなって思ってます。あと、働く人とかは？働く人がでも一番大事かもしれないです。苦なくできる仕事で働く人が良かったらいいなって思ってます。ということで、ぼんやりと何すればいいか分かんないっていう、まあ、悩みなんですけど、あきおさんどう思いますか？そもそも大学3年でやりたいことなんて分かんないっていうのがなんか当たり前だと思ってて、めちゃくちゃ死ぬほどいろんな体験して、あ、これやりたいなってなると思うんですけど、その体験の量がまだまだ少ないと思うんですよね。はい、やりたいことを見つけるためには体験の量を最大化する。そのためにも死ぬほど何でもいろいろやるっていうのがなんか唯一の正解かなと僕は思っています。はい、ただ就職みたいな話出てくるじゃないですか。その時になんかどんな会社行けばいいのかなった時に、もう僕軸1個だなと思って、一番年収高いところに行く一番年収高いところに行く。もうそれだけ、もうその軸だけでいいと思ってて、はい、なぜならば新卒でどこまで高く取れるかって、めっちゃ今後のキャリアにおいてずっと聞いてくる重要なところだなっていうのと、そのなんかホワイトで人間関係も良くて気持ちよく働くためには、なんか自分がそもそも月であったりとか市場価値が高くないと、そういう環境って作りにくいと思う。だから一番最初からなんかそのぬるい、ゆるい感じで行こうってするとずっと微妙な感じになる。だから、まあ、最初の3年ぐらいは死ぬほど働く。一番高いとこ行って25時間366日働き続けるみたいなのを3年ぐらいやった方が今後のキャリアが最高になると思います。そのいい人と働くとかっていうのが自由自在できる。最初からウェルビーイングとかワークライフバランスとか言ってるとクソみたいなで、クソだな。最高っすね。どうですか、今の意見。そういう考えを今までしたことなかったんで、おっしゃるとおり。反応してほしい反応してほしいな。でも、やっぱりすぐにワークライフバランスとか残業なしとかで働きたいなって気持ちもでもあるんじゃないですか？はい、なるべくあんまりめっちゃ仕事ばっかにはなりたくないっていうのは思っちゃってます。中長期で考えた方が良くて、80年ずっとなんか、まあ、自分のレベル低いままブーっといくのか、自分のレベルピーって上げてもうピューって自由自在にいくのかってだいぶ変わってくる。で、中長期で見てなるべく働かないようにするためには、最初できるだけ自分のレベルを上げるっていうのがめちゃくちゃ重要。ちなみにレベル上げたいとかは思います？ホワイトなところで働くために上げないとダメだよって言われたら上げないとな正直だな3年はめっちゃ頑張るとか、実力つけるために頑張るみたいなところは どうですか、ね、実際本音のところ。でもやってみてどんだけきついかになりますでも極論好きにしたらいい好きにしたらいいっていうのが、別になんか強くないといけないとか、なんかお金稼がないといけないとか、なんかいい会社で働かないといけないとか、別に何もないんで、どんな風に生きてもいいんで、好きにしたらいいんですよっていう前提はあります。まあ確かに。皆さん的に例えば働くっていうのがめっちゃなんか苦しいみたいなイメージがありますか？その仕事内容によると思ってて、仕事内容がやってて苦じゃなかったらもうまあいっぱい働いてもいいかなって思うんですけど、やりたくないって思ってる仕事をずっとなんか何時間も働かないとダメだったら嫌だなって思います。あきおさんってリクルートで働いてた時とかって、その嫌だなって思う時とかってあったんですか？嫌だな、まあまあなんかまあ思わないなって、これなんでやらなかったみたいなのは、まあありましたね。そういう時どうしてたんですか？なりたい自分になるためにはやるべき、終わり切ってやっ
ってました。あのネガティブな感情を抱かないようにしたっていう。そうですね、うん、やりたいことやるためにはやりたくないこともなんかやるっていうフレーズが当然あって、うん、目的のために手段なんか何でもいいなと思って、うん、そのためのことだったらもう何でもやる、全部やる全部死ぬ気でやりまめるみたいなのを多分やった方が結果多分いいんですよ、うん、確かに目的思考がちゃんとあるから、そんなになんか一個一個のところには手段とかこだわりないっていうことです、ね、そうですね、考えてもしょうがないんで、もう、うん、目的が決まればいいってことですよね、うんうんうん、そう思います。で目的が多分、まあ、いい感じに働いていい感じに行きたいみたいなのがあるじゃないですか、はいはい、それが目的なんだったら一旦強くなるっていうのが、そう強くなった方が多分いい感じに行けれると僕は思ってるって感じですね、うんうん、年収の高いところに行ったら強くなれるってことですか。そう思います。あ、なぜならば、まあ、世の中に提供した価値の対価としてはまあお金もらえるわけで、うん、その価値がでかいってことは、まあ、世の中には提供価値でかいんですよ多分。かつ年収高い方がそれこそ強い人多いんで、絶対一緒に働く人が自分も強くなれるんですよね、うん、強さっていうのは資本力とか仕事できるとか、20代で死ぬ気でやれば1000万いく会社っていう風な視点めっちゃいいかなと思いました。確かにお金が欲しいというよりは成長できるからそこを選ぶっていう。そう、成長できるし自分が強くなるし価値上がるっていう観点で、うん、その以降の基準として20代で1000万円の会社っていうのは、うん、めっちゃいいかな。ああ、確かに。そこを どう思いました今。そうしようと思います。イエスマン。レベル上がりやすい業界とかっていうのはありますか。あると思います。ちょっとここ僕確信持ってバチコーンとは言えないですけど、まあ、1個だから年収が1個分かりやすいなと思ってて、はい、年収高いコール上がりやすいと判断していいと思います、まあ、伸びる業界ですよ、ね、とか市場価値上がる職種みたいな、うん、とこの戦略的な見極めみたいなのはめっちゃ重要だと思います。うん、若干難しいですよね、それを選ぶってなると。でもいわゆる IT 業界のメガベンチャー企業とかは今当てはまると思います。めっちゃ20代で割と裁量権持って年収も高くて売上の規模感も数千億とかの企業は今の秋野さんの話だといい気がしますね。一旦思考停止して入るならメガベンチャー入るっていうのは、うん、なんかすごいいいのかなと思う、うん、一旦思考停止してメガベンチャーってのは結論なんですけど、はい、でもそれどう思います。メガベンチャー見てみます。私またあの意志力が弱くて人に言われたらなんか何でもイエスマンになってしまうというか全部いいなと思ってしまってあの強みだと思いますけど、なんかあと僕がやなんかおすすめするのは自分にとってのロールモデルがすげえ人みたいなのを見つけて、もうその人が言うこと全部やる思考停止ってその人の言うこと全部やるみたいなのはめっちゃいいと思います。確かにそう、そういうロールモデルは今いないっていう感じ。今いないです。どうやって見つければいいんですかね、この就活時代に。ツイッターとか YouTube とかね、キオブログさんとかどうそもそも多分いい意思決定するにもやっぱその情報の量ってめっちゃ大事だなと思って、うん、そもそもインプットの量を増やすみたいなのはやってもいいかなと話して思いましたね、うん、そのインプットの仕方としてはやっぱり人と会うとかインターネット上の情報もしっかりですけど、その実際に会ってこの人がいいっていう人がいたらより加速しそうな感じがします。そうですね、そうですね、なんかいい人がいいっていう人がいいってそれをもう連鎖させまくって、うん、Twitter でフォローしまくるとか、うん、まあいいかなと思いますね、うん、確かに。どうですか。じゃあまずやることとしては、うん、ロールモデルを見つけるのとメガベンチャーを調べるって感じですかね。だったら僕迷ったらやるっていう言葉を自分のマイルールとして大学生の時に生きてたんですよ、うん、迷ったら全部やるっていうふうに言ってて、うん、例えばもうメガベンチャー全部エントリーするとかエントリーする、はい、もうこれ終わった瞬間やるとかは僕だったらやります。だから調べる前にもうエントリーしちゃうっていう、はいはい、僕がそれはでも僕と周さんのことが信頼できてこの人いいなと思ったらやる、はい、そう自分にとっていいなと思ったら、はい、確かにエントリーしたら結果的に情報も集めざるを得ないから、うん、やらざるを得ない状況を作るっていうことですね。そう早いんで、ね、自分動く目的に対しての手段はある程度何でもいいとか、まあ一回レベル上げてから自由に生きるみたいなところはどうでした。そのあたりすごい響きました。本当に思ってます。本当に思ってる。はい、まあ、その好きにしたらいいな。
それは確かにそうですね。じゃあ最後に皆さんの感想をお願いします。今まで結構わからんとか言いながら何も行動してなかったなって思ったんで、この後とりあえずエントリーしようと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、あきおさんのチャンネルは下の概要欄に貼ってあるので、よかったらぜひ見てください。ということで、あきおさん本日はありがとうございました。ありがとうございました。最初のスタンスとして、あきおさんのムキムキなところを見たいなっていうところで、ちょっと筋肉見せていただいてもいいですか？あ、わかりました。脱いだ方、脱がない。いいですか？あ、ね、あんま仕上がってないですけど、ね、はい。お願いします。大丈夫ですか？あ、もちろんです、もちろんです。そんなんすけど。はい。おー、すごいわ。趣味は筋トレです。じゃあ最初の2分、3分だけそのままいいですか？あ、いいっすよ。ちょっとパンプだけしていいですか？あ、もちろんです。すごいな。すごい。え、何回ですか、それちなみに。疲れるまです。疲れるまで。よし。頭ちょっと張って、ちょっといいです。僕しかわかんないかもしれないです。いや、誰もわかんないです。